アクー森はイタリア共和国ラツィオ州リエーティ県にある人口約600人の基礎自治体。2016年8月24日未明、この村の近傍でイタリア中部地震が発生し、村でも大きな被害が出た。日本語文献ではアクー森、アクー森などの天気例がある。リエーティ県北東部アルタバアレデルトロントに位置する小ムアク森の町は、 アマトリーチェから北北西へ8キロメートル、ノルチャから南東へ約1 6トル、アスコリピチェーノから西南西へ約3 2ル、ケ県とリエーティから北東へ約4 5トル、州都、首都ローマから北東へ約1 0 8キロメートルの距離にある。南隣のアマトリーチェと共に、リエーティ県の都市秩にある町で、町域は3つの州と隣接する。 アックウモ,モリも1927年までは、ラクイラ県に属していた。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。AP は、アスコリピチェーノ県、PG は、ペルージャ県、では、テーラモ県所属。アペニン山脈の中の盆地に所在する町で、グランサスソエ・モンティデッラーラが国立公園に含まれる。長域を、南から北へトロント川が流れる。気候は、 典型的な内陸アペニン山脈のそれで、冬は寒冷で、雪が多く、夏の気温は暑くならない。街は12世紀に築かれた。この時期のバーレ・デルトロントは、ノルマン人の支配下に置かれ、後にナポリオ王国が支配した。2016年8月24日、イタリア中部地震が、悪空盛りの近傍で発生したわ。 最初の地震の震源を北緯42度42分22秒、東経13度13分23秒、北緯42.706度東経13.223度、42.706、13.223とし、リエーティ県下、アックウモリ近房の地震としている。この地点は、アックウモリの町域内で、アックウモリ集落の北西、約 2.5km にあたる。 多くの建物が倒壊し、11人の死者を出した。アックモリには以下の分離集落がある。ありがとうございます。